どうも皆さん、コレシマです。うつです。おう、うつ先生もとい、もう一人の僕、もう一人の俺、今回もおデュエルリンクスおやっていきますよ。そうだよ、遊戯王デュエルリンクス。まだね、僕らのレベル4なんですよ。まあデュエルキングを目指すにはいささか心もとない。心もとない。でもどうやらね、うん、新パック出たらしいんで。何？新パック引きに行こうよ。お前何、ちょっと俺のテンションに戸惑っているんだ。いや、じゃあちょっと引きに行こうよ。さあカードショップ行くぜ。やっぱデュエル、ほら見て、このネオインパクト。これね。うん。懐かしいやん。これ何やったっけ？これなんだっけ？ブラックメテオドラゴンやったっけ？あ、それだ。それ。本当に3200ぐらいあるやつかな、わからない。ああ、それぐらいのイメージある。攻撃力違うな、まあいいや。まあでもね、もう一人の僕、どうした？デュエリストたるものね、ほう、やっぱりね、あのデュエリストたるもの、うん、新しいカードを引かなきゃいけない。ほう、うん、やっぱり、うん、新カードを引いて、うん、さっちりとデッキを強化しなあかん。よし、わかった。よし、引くぞ。お前の引きを見せてくれ。そうだぞ。何個引くんだ。おい見ろ大先生。10いや、もう一人の僕、10連いけるやん。510エルある。10連いけるやん。10パック引けるぞ。引け、やっちゃえ。いけいけ。おー、いっちゃうんだな、これネオインパクト。10パック引くんだな。いいか、でもあっちおおやおや、これは熱い熱い、激熱か。何やってんあいつら。ほんま鬼ゴブリン、ガーディアングラール、サクルガ、バイロンチャージャー。あ、俺バイロン好きやけどさ。いやー、ちょっと待てよ、何やってん今の。分からん。あ、そうだ。おや、何やねんあいつ。さあかちょろ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 って早くキラン。あ、ライメイ、これ入れよ。あー、またやあれ、わかった。来るぞ来るぞ、ユーマ来るぞ、ユーマ。お、来ないぜユーマ。オーバーレネットは構築できへんわ。あ、チョップマン、チョップマン、キックマンあったからね。タラテマンも入れてね。コオロギ、ドラゴンキラー来たよ。2枚やん、採用確定やで。おお、ついに来たか。来るぞユーマ。来ねえのかよ、アスラル。ダークネスソウル、リーフフェアリー、ドラゴンキラードラゴンキラー、あ、終わってもうたやんけ。お前ドラゴンキラー3積みできるやん。ちょっとデッキ組もう。もう一人の僕、何このデッキが、うん、至高だよ。俺は、うん、このデッキを携えて、うん、ドラに行くぜ。まさか本当にデュエルキングの道へと歩んでいくのか。俺は行くぜ。行け、ランク戦だ。おお、行くぜデュエル。バキュンでも入れてる。はぁ、カイマ。ん、どうした今、闇コレシマっていう名前になってたな。うん、俺自分でつけたっけこれ。うん、つけてよ。あ、あいつ切り札だ、闇の力。ちょっと、あいつデュエルフィール、デュエルマットまで作ってるね。バッチリやん。バッチリやな。お前、切り札来てるやん。はぁ、おぉ、消すよ。相手デッキ30枚で組んでんの。あれ多くない、多くない。相当入れたいのか。え、相手のターンか今。そうだ、相手のメイン、メインフェーズか。サクサク出してほしいもんやな。もうね、もうパパッとなあ。はい、なかなか来たぞ。あ、うら、久々に見たな、裏守備。裏守備、あー、なかなか考えてるな相手も。ターン終了、俺のターン、ドロー、ターン。よし、いいぞ、勝ったな。さてと、俺はグレムリンを攻撃表示で召喚するぜ。今何言葉に詰まったんだ。いや、ちょっと裏返し表示でいいぞ。闇のフィールド魔法、闇の力の効果によって俺のモンスターの攻撃力200ポイントアップ。さらに俺はまだこれだけで終わらないぜ。勇気の旗印を効果発動。勇気の旗印、あれ大丈夫、それはバトルフェーズのみに行こうか。あ、そうだった、さすがだ。さらに俺はカードを1枚セット、
よし行け、俺のターン、バトルにバトルだ、行け、グレム、グレムリン、グレムリンスーパーアタックヌブレザードウォリアー、あ、いけるわ、なるほど俺はターンを終了するぜ。相手の伏せカードも特に警戒せずにいたが、まあ、まあ大したカードではないだろう、大したカードではない、まあ1500のグレムリンを突破するのはなかなか難しいぞ、うん、アドバンス召喚でもしない限りな。だが次にアドバンス召喚するのはこの俺だそうだよまあ最悪こっちがあるしな。お、来たぞ、お、来たか、はん、俺のターンドロー、勝った、あーこれはおよし、俺は行くぜ。やはりお前がキングにふさわしいものだったようだな。当たり前だ、アドバンス将軍いねえよ、ドラゴンスレイヤー、あ、ドラゴンキラーだった発動、ドラゴン族いないやろ、いない、さらに俺はこれで終わらねえぜ、さらに俺は闇の発信権効果発動、いいぞもう本当に薬やってねえよなおい見ろよ大先生、おい、なんだよ、攻撃力2600だぜおそうだ、俺のバトルの時2800だぜよし行け、やった、おバトルだ、行け、ドラゴンキラー、ドラゴンスマッシュヒゲアンコウや、ターン、俺はターンを終了するぜ、もうこれしかできないようだな、愚かよ、愚かよ、行くぜ、俺のターン、ドロー、ターン、よかったな、よかったぜ、俺はエレメントデビルを召喚するぜ、さあエレメントデビルがこれで俺のバトルフェーズで1900ポイントになる、俺はバトルに入るぜ、よし行け、うん、まあこうだ、行くぜエレメントデビル、エレメントアタック勝った、さあ行くぜ、問題はあの伏せカードだ、そうだ、もしライフポイント食らった時に発動するトラップカードだった場合すごい危険性を伴う、だがここは行かねばならない、行くぜドラゴンキラードーン、通りましたねもう敵はいない、ターンを、俺はターンを終了する、どうすんだ相手は、ドローか、そりゃそうだろおらそれそうだ、知らん、対戦相手がデュエルから切断されました、多分放置か、いや放置じゃなく切ったんじゃない、じゃあ終了するか、あ俺が勝ったことになるのこれ、わかんない、相手ゼロになったの、勝ちですわ、はい勝ったー失敗しましたに、ね、やってるけど何失敗いやー切断はやめてほしいもんだが、まあいいだろう、はははは、は見て、はははははは、あルッキーランク、あ上がった、え今のでいいの、早ない、うん、さあどうする、もう一人の僕、ランク上位目指した方がいいな、これは、まあそりゃそうやろうな、俺はラン、俺はもう一回行くぜ、はぁ、あ、行くぜ大先生、どうした、はぁ、あ、もう一人の僕の僕どうやら今は全世界でもできるようだからな、あ、今はそうか、中国の方やったか、いやわからん、でも初対はそうだった、そうやな、相手
デッキ30枚も組んでます。ちょっと待って、最近の流行りなのか。ちょっと待って、闇の力使いすぎやろ。これはあれだな、どっちが先にアドバンス召喚するかでも決まるな。早速かよ。おこの BGM いいな。白神やで、白神や。おガンブセ、あれ怖えな。俺のターンドロー。なるほど、ね、ジェル自立行動ユニット1粒しかしてないのよう出てくるな。まあここはエレメントデビルエビル、え俺はエレメントデビルを攻撃表示で召喚。よしこれで1700だ。あ1900か。向こうのも被るんだ。あそうか、向こうのも被るのか。よし行ったれ。なかなかやな、ホーリージャベリンをセットしても。行くぜ、俺はバトルだ。行け行け、エレメントアタック。勝った。あでもあれだな、2個はな守備力も上がるからなかなか怖いな。ターンエンドだ。まあでも逆に相手は30枚も積んでるからデッキの周りが遅いはずだ、うん、逆にこっちはきっちり20枚だ。お相手はどうする。多分1900の打点を超えられるモンスターがいないんだな。なるほど、問題は伏せカードだぜ。もう一人の方が来るぞ。お攻撃表示、うわ同じ、うわやる気が。なるほど、しょうがない。はあ、ああまずいぞ。なるほど、まずいぜ相棒。なるほどね、問題ない。ここで撃破されるかされるか、いいだろう。やられたな。俺は発動するぜ。あ回復か、これ4000以上いったっけ。行く行く行く、回復しろ。おい行くぜ、リバースカードオープン、ホーリージャベリン。おい来いよ、くふしょうがないな。だから状況は悪いままだ。確かにな。くっさー、どうしようかな。これでも負けるからな。さあ見せてもらおうか、お前がキングにふさわしいものかどうか。そうだな、相手の筆札1枚でも逆に言うとこれあれだね、もう1枚の伏せカードが気になるね、やっぱり。まあ確かに、うん、どうしようかな。なんとか耐え忍ぶ戦いをするか。行くぜセット、さらに俺は自立行動ユニット発動するぜ。何、相手のグレムリンを特殊召喚しよう。なるほど、オッケー。ここだ、モンスターを特殊召喚。よし、あそうか、攻撃表示だっけ自立行動ユニット。あ攻撃表示か、まあいいだろう。俺にはまだこれがあるから。これでこれでバトルはしなくて、これで時を稼ぐぜ。で次のターンでドラゴンキラーを引けば、ドラゴンキラーを引けばワンチャンあるで、俺の勝ちだ。いや足りな、あ足りるか。いや相手は手札2枚だから、どうだろう、モンスター出されたらちょっときついけど、あ出さねえな、このまま殴ってくるぞ。お来いよ。いやここは効果発動しない。なるほど、600ぐらいやったら食らってやるぜ。あとは出るからな、頼む。俺はよし引け、お前のデスニードロー見せてみろ。俺は自分のデッキを信じるぜ。俺のターンドロー、来たー、嘘来たどうだ。勝ったぜ。俺はドラゴンキラーをアドバンス召喚するぜ。これは熱いな、モンスターアドバンス召喚。はぁドゥーン、発動。でもドラゴン族いないんだけどね。
いやでも打点は超えたぞ。勝った、俺の勝ちだ。あ、もう消化したわ。バトルだ。問題はあいつがどうなのか。行くぜ、行け。よし、通った。よし、これであの邪神拳もおさらばだぜ。俺はターンを終了するぜ。まさかここで引いてくるとは。はぁ、あ、まあなんて言ったってデュエルキングだからな。考えてるぞ。まあでもこれが20枚に圧縮した成果だな。違いない。うん、これが30枚やったら出なかったもんな。要は確率の問題だ。20分の3だからな。来るぞ。はぁ、あ、え、攻撃表示はぁ、あ、超えられんのかこれで。まさか、ま、何何、はぁ、あ、うわ、マジか。これで打点超えられんの俺。え、いや、2回攻撃できるようになるんじゃなかったこれ。あ、直接攻撃か。あ、ダイレクトアタック、なんだか俺効果忘れたわ。ちょっと待てよ、相手の効果見たいんだけど。先行もう、あ、手札のカード1枚持ち2回攻撃か。2回攻撃して意味ある俺に。いや、ないないよな。あ、あ、そうだよな。何がしたかったの、わからんねん。ちょっとなんかヒヤッとしたなあ。いや俺普通になんかこれで勝ち筋出んのあんのかなと思って。勝った勝った。いやブラックモンスターも出せねえなこれ。まあいいや、エレメントデビル召喚しよう。行くぜ。勝ったな、勝ったな。よっしゃ、まずはバトルだ。トル、俺はエレメントドラゴンで、エレメントデビル、デビルデビルでアタックだ。エレメントアタック、そしていけドラゴンキラー、キラートルネードスクリーン、ダイレクトアタックだ。勝ったぜ、勝ったぜ。相棒、そのネーミングセンスは何とかならなかったのか。見ろ、俺の勝ちだ。ガッチャ、いいデュエルだったぜ。いいデュエルだったぜ。でもなかなかあれだね、レベル上がらないんだね。まあレベルはね。いや見たか、うん、俺のデュエリス、俺の運命力。いやちょっと 見させてもらった、ね、見たか、びっくりしたね俺。もう俺の戦略がドハマりしたやろ、うん。まあ、戦略っていうかラッキーボーイ、ラッキーボーイやな、うん。いや俺はまさかあそこで火引けると思ってなかった。もう昇格やで。昇格だ。今後はこうやってキングをこういう感じで目指していくのね。ルーキーランクも上がったことやし。お前ちょ全ちゃん俺、うん、まあそこそこやるんちゃう。まあでもよ、うん、どうした、まあ、俺から言わせてもらえば、もうさっきも言うたと思うねんけど、うん、そんな魂のこもってないデッキで勝ったところで、うん、お前は嬉しいか。魂こもってるやろ、燃えてると僕感じないな。感じないの、俺が今から、うん、ビンビンに感じるソウル。それを今からデッキに注入してやるぜ。ビンビンのソウルを注入するのか。ビンビンのソウルを注入するぜ。マジか。ガシ